をとて問題を解決しなければなりません。それはね、どんな問題かというとね、これです。ペダル重すぎ。今プロペラついてませんから、このシャフトは無負荷なんですよ。負荷かかってません。それでもね、ペダルが重い。それから音が大きい、それから振動もする、このね、こういった問題を今日解決しなきゃいけないんですよ。でね、じゃあ何が問題なのかっていうと、もっともね、そのこんだけギアを連結してればそれはギアの抵抗大きいですよ。でもね、それだけじゃない。なぜならばこのペダルにね、グリグリ感があるんですよ。グリ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 。で、多分このギアじゃないかな。ガラ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 って音がしてますよね。このペダルの重さとあの音が連動してるのかどうか、それはちょっと分かりません。ただね、このペダルの重さ、周期を調べることによってギアのどの部分で問題が起こってるかっていうのが分かります。ギアは全部でね、3段階の増幅をしていて、それに伴ってね、ギアのレベルが上がれば速度が速くなるんですよ。ギア比が上がっていく。でね、ペダル一周する間に何回グリグリがあるかね。これ真上でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ちょっと行き過ぎたか。行き過ぎて13回だから、まあ多分 12.5 ね、ぴったりですよ。これ最終的に、ギア比 12.5 だから。ということは、増速の段階で起こっていることではなくって、増速し終わった段階でこのグリグリが起こっているっていうことです。だから、このギアから前ね、ここでこのグリグリが起こってますよね。これを解消しないといけません。で、そのために今日一日を費やします。どうやって解決するかなんですけど、慣らし運転が必要なのかなっていうふうに思ってます。自動車でもバイクでもそうですよね。買ったばっかりの時は慣らし運転とか言って、あまり負荷をかけずに5000キロぐらい走らなきゃいけないって昔言われてましたよね。まあ今の車やバイク、今のエンジンはもうそんなことないっていうふうに言うんですけどね、ギアの各パーツのバリが残ってるとかね、それとなんていうのかな、面と面がまだ滑らかになってないとかね、それと同じことが起こってるのかもわからないので、今日は慣らし運転、2時間か3時間、漕ぎ続けようと思います。そうするとギアが馴染んできて、この音や抵抗や振動、こういったものが解消されていくのかどうか、これを今日やってみましょう。とは言ってもね、ナイロンのギアに慣らしが必要なのかっていう気もするんですけど、変わんないかもわかんないよね。これで解消しないかもわかんない。でね、あともう一つ懸念点があります。それはね、まあ、こうやって摩擦が大きいっていうことは、熱が発生するんじゃないか。で、これナイロンのギアですから熱っていうのはあまり良くないはずなんですよ。鉄ならばね、仮に真っ赤に焼けても溶けることはないんですけど、ナイロンだからね、熱で溶けちゃうかもわからない。といってもナイロン熱に強いんですよ。
そんなに簡単には溶けはしません。まあそのね、熱の発生も知りたいので今日は 2,3 時間、黙って漕いでようと思います。さあやりますか。よいしょ。さあ、20分ぐらい漕ぎました。どこか熱を持ってるところがないかどうか調べてみましょう。ギアは大丈夫？お、この第2ギア少し温まってますね。第1ギアはそれほどでもない。あ、ギアが後ろに行けば行くほど、後ろに行けば行くほどちょっとほのかにあったかいですね。ん？熱い。このシャフト熱いです。うん、こっちの方が熱い。このシャフト、この長さがありますけど、こっちへ行くほど熱いです。熱持ってるのここか。こっちのシャフトは、こっちのシャフトもちょっとあったかいな。あったかいぞ。音はこっちから聞こえてるようなんだけどね。最初ね、このシャフトを疑ったんですよ。音がしてるから、ここで。熱を持つのはここっていうことは、ここに負荷がかかってるんだね。この軸受け。問題はギアじゃないかもわかんないね。軸受けかもわかんないね。ほら、木の部分までもう温まってる。問題はこの軸受けだ。一番問題があるのはこの軸受けです。ここに一番力がかかってる。あれかな、ギアをキチキチにしすぎたから軸受けに負荷がかかってるんですね。多分このギアの噛み合いがきっちりすぎて、このギアがこっちに押されてる。したがって軸受けのこっち側とシャフトが強く圧迫されて、そこで摩擦熱が生じている。なんかそんな気がしますね。ここの軸受けがきつすぎるっていう問題ではなくって、このギアとこのギアの噛み合いがきつすぎる、そういうことじゃないのかな。まあこれはね、多分ね、これは多分ずっと漕いでると歯が馴染んでくるから。今まだ20分しか漕いでませんから、本当に 2,3 時間やってれば解決するんじゃないかな。さらに20分が経過しました。熱はどう？暑いよ、ここ。暑い暑い、触ってられないぐらい暑い。熱が、こっちは大したことないな。
他のギアは、他のギアはほのかにあったかいぐらいで、でこのギアが一番あったかい。でもこの熱はね、シャワーの温度よりも温度と一緒ぐらい。シャフト、ここが熱いよ。ここが熱い。だからやっぱりこのシャフトの軸受けが問題ですね。でもね、もう一つ気づいたことあるんですよ。それはね、これブル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 震えるんですよ。このペダルのグリグリ感と合わせてね、ここがブル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 震える。だからこっからこの範囲にも何らかの問題が起こってるんでしょうね。それは何だろうね。シャフトの変身かな。シャフトが歪んでんのかな。でも歪んだシャフトっていうのは、軸受けが2箇所の場合はそういうブルブルは起こらないはずなんですよね。起こるとしたらここか。結局軸受けが3箇所あるんですよ。1箇所、2箇所、3箇所。このシャフトには軸受けが3箇所あるから、シャフトに歪みがあれば振動の原因にはなりますよね。どこが振動してるのか、それ突き止めなきゃいけませんよね。このパイプも怪しいんですよね。でもこうやって遊びがあるから、このパイプには多少の遊びはあるから、こいつが悪さをするってことはないと思うんですよ。熱も持ってないし。このグリグリの正体は何でしょうね。問題は2点です。ここのシャフトの熱、つまり、ギアとギアがきつすぎて、でこっち側の力が働いて、シャフトと軸受けとの間で摩擦する。でこっちの問題は振動ですよ。何らかの変身が起こってる。センターがちゃんときっちりと精密に出てない。それは何だろうね。この振動については調べることができます。こうしましょう。ジョイント外しましょう。ジョイントが汚れている。ジョイントが汚れてる。このビスが汚れてる。ということはここにも摩擦が生じて、鉄粉というかステンレスの粉が発生してるってことですよね。力がかかってるみたいだな。それは当然か。このビスで回してるんだもんね。さあここでこれを試してみましょう。変身によるグリグリの正体。グリグリはないですよ。グリグリ感はない。変身はない。このギアに問題はない。じゃあ変身はこっち。特に変身はないね。グリグリが消えた。グリグリ感ないですよ。
ということはジョイント、このジョイントに問題があったんじゃないかな。失敗したのかも分かりませんね。私がほらここにビスを2箇所、そんなにきついビスじゃないんですけど、こういうふうに同じ面に穴を開けました。それまずかったかもわかんない。こうとこう開ければ互いに突っ張りを逃がし合って、互いに突っ張りを逃がし合って、でもそんなに、そんなにあれか、ちょっと漕いでみようか。今ナットを強く締めずに、あのゆるゆるの状態にしました。そうするとあれ、ペダルが軽くなった、ペダルが軽くなりましたよ。ゆるゆるの状態にしたら、グリグリ感も減った。完全になくなってはいないけど、グリグリ感が減りましたよ。じゃあ今度はもう一回締めてみよう。ここを強く締めるとグリグリ感が復活するとしたら、問題はここにあります。あの少なくともグリグリ感ね。どう？変身の理由はジョイントですね。このジョイントはジョイントに問題があります。これが一つ、ジョイントね。まあもっともこの振動はね、あの今これ蓋してないから、あの合成がないので、それでブル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 、これここに蓋をすればもっとカッチリします。もう見違えるように合成が出ます。蓋をしてないから震えてるだけで、蓋をすればこの振動はなくなると思います。で、まあまあね、今蓋してなくてギアにアクセスできる状態で、あの今これを確認してるんですけど、蓋してしまうともうギアにアクセスできなくなります。まあ継続しましょうかね。今日はもう一日これにかかりっきりになる予定ですので、少しはマシになったかも分かりませんけど、根本的には変わりませんね。で、原因も分かりましたよ。じっと眺めてるとこのシャフトずれてる。これね、ちょっとこっちへ向いてます。で、こっちのシャフトがね、割とまっすぐでしょ。だからこうなっちゃってるんですよ。で、その間にパイプを設けたから、パイプがね、こうブレるんですね。で、なんでブレるかっていうと、このジョイントのせいです。
このこういうジョイントってね、こう向きだとこういうふうには稼働するんですけど、こう向きだと動かないんですよ。それでね、少し改善を加えたんです。どんなふうに改善を加えたかっていうと、まずパイプを作り直しました。ピンが直行するように、これ直行してるの分かります？こっちのピンはこうでしょ、こっちのピンはこうでしょ。これね、前の元々のパイプはこれなんですよ。穴が同じ面にあるでしょ。だからこういう、これね、こういうふうにはそのズレを吸収することができても、こう向きには動かないんですよ。だから互い違いにして、こっちはこう向きに動くし、こっちはこう向きに動くしっていうふうにね、 X 軸 Y 軸のね、あのズレをね、吸収できるようにしてみたんですけど、でもそれほど大きくは改善してません。ちょっとマシになった気はするけどね、大きくは改善してません。根本的にはこのシャフトのズレですよね。あんだけ慎重にやったのにね、ズレてるんですよ。まあそれは仕方ないね、もうね。でまたこれぐらいのズレは常に起こります。で、トータル 2,3 時間漕いだんですけど、音もあんまり改善してないよね。ね、なので、もう一つ試してみる手があります。グリスをちょっと刺してみましょう。これプラスチック用グリスって書いてあって、そのプラスチックを犯さないみたいですので、このグリスを試しましょう。はい、じゃあこことここ、こうでしょ、金属用なので、はい、そしてここは浸透性スプレーでいきましょう。全然違うね。もうね、さっきまでと全然違います。何が効いたのかな。一つずつやればよかったね。何が一番効いたのか分かりません。でも振動も減ってるしね。まあでもこんだけギア使ってんだもんね、そらギアなりするわ。でも一番なってるのここだよね。
したっけ。ここスプレーしてたっけ、さっき。すげえ。全く静寂っていうわけじゃないけど、でもね、劇的に変わりました。これでもういいんじゃないかな、ね、これぐらいの音は仕方がないのかもしれない、ね、はい、じゃあこれでミッションコンプリート。